それでは今回売上を減らそう中村さんの方について解説したいと思います。中村さんは1日100食限定をコンセプトに美味しいものを手軽な値段で食べられるお店100食屋を開業した方です。売上を減らす5つのメリット、仕事とお金をリアルな話9個について解説していきたいと思います。堀江貴文さんは100食屋についてこのように紹介をしています。サービスを極限まで絞ることで売上を上げているお店、飲食店の形は自分の人生に照らし合わせて決めることができる。この2つから分かることは、どれだけ儲かったとしてもこれ以上は売らない、これ以上は働かない、あらかじめ決めた業務量を時間内でしっかりとこなして最大限の成果を上げる、そして残りの時間を自分の好きなように使う、このようなお店が100食屋です。ビジネスをしているといろんな意見ってあると思います。100食以上売ったらいいんじゃないとか、昼だけじゃなくて夜も売った方が儲かるよ、確かにそうすると売り上げは上がります。でも働く時間は増えるのに従業員の方っていうのは給料は変わらないと、会社が儲かっても従業員のためにならないと。中村さんは売り上げを追いかけるよりも売り上げを減らす戦略を取ってます。この100食屋のビジネスモデルの考え方だったり働き方っていうのは全てのビジネスマンの参考になると思ってこの本を選ばさせていただきました。まず最初は売り上げを減らす5つのメリットについて解説していきたいと思います。100食屋っていうのはサービスを極限まで絞ることで売り上げを上げているお店です。100食限定っていうのはそれ以上の売り上げを諦めているってことです。メリットの1つ目が早く帰れる、夕方の17時台には仕事が終わるってことです。100食屋の営業時間は11時から15時までのランチ営業のみです。最長でも4時間です。この時間で100食を売り切ります。100食屋で働く従業員にとっての目標はたった1つです。1日100食売ること、そしてその中で来られたお客様を最大限に幸せにすること、たったこれだけです。他の飲食店との働き方の大きな違いは営業時間ではなくて売れた数を区切りにしていることです。従業員にとってのメリットは自分の好きなことに使える時間が必ず取れることです。そして会社がそれを認めてくれることです。給与に関しても百貨店のレストランなどと変わらないのに早く帰れるようです。メリットの2つ目はフードロスがほぼゼロ化で経費を削減できるってことです。100食限定、そして整理券というビジネスモデルはフードロスという視点で成果を出しています。まず予約もキャンセルもないため余計なフードロスが発生しないです。ネット予約が当たり前の今の時代に電話予約すら受け付けず整理券で案内しているようです。整理券で案内することによって顔なじみの関係が生まれます。そうすることによって無断キャンセルをするお客様が格段に少なくなるようです。3つ目のメリットが経営が究極に簡単になるってことです。1日100食限定なのでめちゃめちゃシンプルです。看板メニューのステーキ丼は国産牛と国産米を使用して食材にも調味料にもこだわってソースも自家製で作った特別なものです。お客様に味を満足してほしいっていう考え方から原価率は常識破りの約 50% のようです。これを税別1000円という安い価格で提供しているようです。東京では2倍してもおかしくないくらい上等なお肉のようです。最大の売りっていうのがやはりコストパフォーマンスです。飲食店の場合っていうのはメニューの原価率は30% から 40% に設定するのが鉄則って言われています。そんな中 50% の費用をかけています。メリットの4つ目はどんな人も即戦力になるってこと、やる気にあふれる人なんていらないってことです。百食屋のメニューっていうのは年中同じです。メニューっていうのは3種類しかないです。厨房でも接客でもマニュアルがなくても分かるくらいすぐに仕事を覚えることができます。メリットの5つ目は売上市場推移からの解放でより優しい働き方ができるってことです。百食屋の経営目標っていうのは1日100食のみです。右肩上がりの成長を求めていないです。従業員みんなにもっと売り上げを上げなければというマインドから解放されてほしいと考えているようです。もっと楽しく働けるようになるため、お客様に喜んでいただくためにできることに取り組んでもらいたいと考えているようです。続いて仕事とお金のリアルな話9個について中村さんの考え方を解説していきたいと思います。1個目、どうしても1人少ない日は売り上げも1人分減らせばいい。従業員が休んだ場合、普通の会社であれば誰かを探すと思います。でも中村さんは無理して出勤をお願いするようなことは絶対にしないようです。いつもよりも1人少ない4人体制でお店を回す場合、その分20食少なくして80食を目標にするようです。そうすることによって休んだ従業員の負担を誰かが負うっていうプレッシャーを与えないからです。2個目、税理士の先生に呆れられるほど人件費をかけているようです。事業規模に対して多めに従業員を採用しているからです。中村さんがそのようにしている理由っていうのはギリギリの人で組織を
運営して、せっかく教育した社員が過労によって退職してしまったら新しい人材を探さなきゃいけない。それっていうのは絶対にやりたくないと。従業員が働きやすくて楽しく働けるところを作りたいと思ってたくさんの人を雇っているようです。3個目、100足限定は儲かるのか、それで儲かるんですかとか、やっていけるんですか、よく聞かれるようです。開店から3年後の廃業率が約7割と言われる飲食業界で、100食屋は6年以上続けています。めちゃめちゃ儲かるわけではないけど、とにかく倒産さえしなければいい、会社として続いてくれればいい、このように考えているようです。4個目、 FL コスト 80% でも利益を出し続ける秘密。飲食店を経営する上で大切な指標となるものがあります。それは FL コストです。 F はフード、原価とか材料費です。 L はレーバー、人件費です。この2つの合計が FL コストです。そして FL コストを売上で割った FL 比率を約 50% から 55% に抑えるのが飲食店経営の鉄則と言われています。100食屋は食材の原価率は約 50%、 人件費も約 30% のため、 FL 比率っていうのはなんと 80% です。数字だけ見ると税理士や経営コンサルタントはこのままでは絶対に潰れます、そういうようです。でも100食屋は潰れていないです。なぜなら3つの工夫をしっかりとしているからです。1つ目は何度も解説している通り、1日100食限定ってことです。営業時間が限られているため水道光熱費を低く抑えることができます。また食材を安定的に仕入れることができます。また人件費の大幅な変化もないため一定以上のコストがかからないってことです。2つ目は広告費ゼロで100食を売り切っているからです。100食屋の商品っていうのは食材の原価率も 50% で、他のお店よりもコストパフォーマンスがいい、安くて美味しい商品を提供しています。圧倒的な商品力を武器に口コミやメディアの露出でプロモーションを行っているため広告宣伝費が一切かかっていないです。3つ目は家賃を低く抑えているってことです。100食屋の店舗は集客に難のある物件ではあるんですけど、口コミとかメディアの露出によって集客しているから問題がないってことです。100食屋の家賃の比率は全体で約 8% とかなり低く抑えられているようです。5個目、会社は明日の責任を、みんなは今日の責任を。100食屋にはクレードがあります。会社は明日の責任を、この続きにはこう書いてあります。会社はこれからの集客や広報に責任を持って、お客様にたくさん来ていただく努力をして、みんなを大切にします。続いて、みんなは今日の責任を、この下にはこう書いてあります。みんなはお客様が限られた時間内で最大限満足していただけるよう、接客、調理、おもてなしの努力をして、お客様を大切にします。100食屋が従業員に求めているのは現場です。逆に言うと、それ以外のことを一切業務として課すことはないってことです。6個目、100食屋ではお客様は神様じゃない。100食屋には1日100食限定、整理券制度、時間交代制、予約不可と他の飲食店にはない特徴的な仕組みがあります。そのためお客様の理解と協力が欠かせないです。この特徴っていうのは時にクレームにつながることがあります。お客様は神様ですと、そういったスタンスであればお客様の言うことが全てって考えなきゃいけないです。でも中村さんはお客様も従業員も対等だと、どちらも大切な存在ですと、そのように考えています。あらかじめ決められたルールを守っていただけない場合は、お客様に断りをしなきゃいけないこともあるってことです。7個目、マイノリティを生かす採用。100食屋では様々な背景を持った人、普通の会社から見るとマイノリティの方が働いているようです。子育て中の主婦だったり、シングルマザー、障害者や留学生、高齢者などです。70歳以上の人も3人いて、バリバリ働いてくれているようです。8個目、チーム作りは人間関係が最優先。100食屋が従業員に求めているのは誰でもできるような仕事です。コツコツ続けていれば誰でも覚えることができるし、誰がどの店に配属されてもみんな同じことができるようです。従業員を配属するにあたって最も重要視しているのはスキルではなくて人間関係がうまくいくかどうかです。仕事っていうのはチームでやるもんなんで、人間関係が最優先のようです。9個目、持続可能な働き方へ。かつては定年まで働けば退職金がもらえて、たくさんの年金を受け取ることができました。今っていうのは人生100年時代だって言われてます。教育を受けて労働をして老後、この3ステージだと厳しくなってきています。年金も減ってきてますし、退職金も減ってきています。そして長生きすることによって老後の期間っていうのは長くなっています。定年後も働けるように今のうちからしっかりと準備する必要があると思います。中村さんは持続可能な働き方っていうのを自分の手でつかむこと、そういう仕組みを作っていきたいようです。だからこそマイノリティである高齢者だったり年配の方を雇ったりしているようです。まずは自分がどんな時代になってもどんな状況
況になっても稼げる仕組みを作ることです。そしてその力を持つことです。自分の欲しい人生だったり年収だったり、これらをしっかりと自分で決めて、これ以上は働かない、これ以上は売らない、このラインを決めるべきだってことです。ビジネスをしているとこれ以上売りたい、もっと働きたい、もっと働かなきゃいけない、常にプラスを考えると思います。そうではなくて、これ以上はやらないっていうラインを決めておくと働きやすくなるんじゃないかなと思います。それではまとめいきたいと思います。売上を減らす5つのメリット。早く帰れるってこと、フードロスがほぼゼロで経費が削減できるってこと、経営が究極に簡単になるってこと、どんな人も即戦力になるってこと、売上市場水からの解放によって優しい働き方ができるってことです。続いて中村さんの仕事とお金をリアルな話9個。どうしても1人少ない日は売上も1人分減らせばいい。税理士に飽きられるほどかける人件費、100食限定は儲かるのか、めちゃめちゃ儲からないけど、とにかく倒産さえしなければいい。続いて FL コスト 80% でも利益を出し続けている秘密。1日100食限定だから、広告費ゼロで100食を売り切っているから、家賃を低く抑えているからです。続いて、会社は明日の責任を、みんなは今日の責任を。百食屋ではお客様は神様じゃない。マイノリティを生かす採用、チーム作りや人間関係が最優先。最後は持続可能な働き方。自分の欲しい人生とか年収を決めて、これ以上は売らない、これ以上は働かないっていうラインをしっかりと決めることです。ずっと働けるように、楽しく好きなように仕事をしてほしいと思います。この中村さんの考え方でいいなって思ったところがあったら、どんどん真似して盗んで、自分がどう生きたいか考えるきっかけにしてほしいと思います。この動画見ていただいて、感想、気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。